まあ、なんとかチームの、勝ちにつながるようなピッチングがしたいと思って、マウンドには上がっているので、まあ、それが、ある程度はできているのかなっていうふうには思います。8年目を迎えた九里亜蓮は開幕から3勝1敗。すべての試合でクオリティスタートと安定したピッチングで勝ち星を積み重ねています。その好調の要因を本人はこう分析します。3試合とも、しっかりとストレートを使いながら、まあ、その辺が、しっかりと変化球も生きてきている要因なのかなというふうにも思います。持ち球の多さが特徴の九里、4試合の配球はご覧の通りです。初戦はカットボールが多め、2戦目はツーシーム中心、3戦目4戦目は変化球をまんべんなく使い、的を絞らせないピッチングを披露しました。そんな中でも注目はストレートの割合です。どの試合も21から 25% と一定の割合を保っていることが分かります。しっかりとしたストレートを投げれないと変化球も振ってくれないと思いますし、まあ、まっすぐが少ないときは坂倉の方から、もっとストレートを使っていきましょうという、話もありますし、逆に自分から言うこともあるので、まあ、速さっていうよりも、まずはしっかりと、強いまっすぐっていうのを、意識して投げてます。さらに開幕ダッシュの要因は新たな取り組みにもありました。2019年に開幕ローテーションに返り咲いた九里ですが、2年連続春先に成績を残せていませんでした。その苦い経験から春先のコンディションを整えるために逆算してトレーニングを実施。沖縄キャンプ第一クールで異例の347球を投げ込みました。どうにかいい方向に持ってって1年間やり通すためにはって考えたときに、まずしっかりと体を張らした状態から試合に向けて準備をしていく方法がいいんじゃないかなっていうイメージを持ったので。迎えた今シーズン、ここまで4試合は先制点を許しましたが、クオリティスタートを達成しています。悪い時っていうのは、際どいコース、際どいところばかりを狙って、もうボール先行、バッター有利のカウントになってしまうっていうところが、多い試合っていうのがやっぱり多いので。以前は打たれた後、神経質になりすぎて悪循環を生んでいました。ところが今シーズンは同じイニングに2本以上のタイムリーを許していません。フォアボールっていうのはやっぱり 100% 塁に出てしまいますけど、まあ、バットに当たればアウトの確率もあるので、まあ、しっかりとゾーンの中で、ピッチャー有利なカウント、ストライク先行でしっかりいけるようにっていう意識は持ってやってはいます。はい、今週木曜日、大瀬良が怪我で離脱。投手キャプテンが不在の今、九里の活躍がチームの鍵を握ります。1イニングでも、ワンアウトでも多く投げたいっていう気持ちは常に持っているので、その気持ちは、まあ、シーズン通して変わらないと思いますし、そこには強いこだわりを持ってやりたいと思います。